ゲオルク・アグリー・コラは、ドイツの鉱山学者、鉱物学者、人文学者、医者。鉱山学の父として知られる。彼の本名であるバウエル・バウエルは、農夫の意味であり、アグリコラはそのラテン語名。炭鉱術や夜金術、鉱床、鉱脈、断層などに関する記述がある。多くの鉱物についての記述もある。鉱山書を出版する前彼は、化石の本性について、 という本も書いており、化石を生物の異物としていたり、鉱物の肉眼鑑定で今日も行われている所得調を記載して構成に基準を与えている。代表作は1533年頃から編集され1550年に完成した全12巻からラテン語で構成されるデレメタリカである。実際に鉱山で働く人々の経験や発見、 発明を科学の言葉に持ってきた、一つの新しい体系を創出した、アグディコラは、そのように自然や実業に密着していたため、錬金術など頭から否定し、軽蔑していた。1494年3月24日、ドイツのザクセンのグラウハウに生まれたものの、幼少期については、よくわかっていない。ツビカウのラテン語学校で学び、20歳で、ライプチヒ大学に入り、 ギリシア語を学んだ。1518年、ツビッカウでギリシア語教師になるが、後に、ライプチヒ大学の講師となる。アグリコラが30歳の時に、イタリアへ留学し、パドバ、ベネツィア、ボローニャの大学で、医学、科学、言語学を学んだ。また、ベネツィアで印刷業の父と称されるアルドゥス・マヌティウスを、知る。印刷技術を学ぶために、ミラノにある。 ガラス工場にも訪れた。1527年から1531年にかけてイタリアより帰国途中、ボヘミアのヨアヒム・スタールの医者となり、ヨアヒム・スタールで鉱山学を研究した。1530年に鉱山学に関するベルマノスを表した。1531年から1535年頃、ケムニッツに移住し、研究を続ける。 1533年よりアグリコラの代表作であるデレメタリカを表し始める。1546年にはケムニッツの市長に任命された。しかし、1555年11月21日にドイツ農民戦争や宗教改革に押され、キリスト教徒との論争の最中に脳卒中で倒れ、死亡したとされる。前12巻から成り立ち、 アグリーコラがヨアヒムスタールで1533年から1550年にかけて表した書物で日本語訳では金属についてである。初版はバーゼルでアグリーコラの死亡より4ヶ月目に刊行された。第1巻は学問、第2巻は鉱山師の心得や最高、第3巻は鉱脈や切れず、層について、第4巻は測量方法や、 鉱山紙に関するもので、第五巻も測量に関するもので、第六巻は採掘道具や機械について、第七巻は鉱石について、第八巻は鉱石の砕き方や賠償方法、第九巻は鉱石の誘拐方法、第十巻は貴金属と非金属を分離する手段に、ついて、第十一巻は金、銀、銅、鉄を分離する手段で、そして第十二巻は塩、明板。 用やガラスの製法に関するものである。日本では、サエグサとの翻訳が刊行されている。ドイツ鉱物学会は、非鉄金属の分野の金属学、鉱山学の分野の業績に授与するゲオルクアグリーコラ、メダルを創設した。ありがとうございます。